第4代ウィドリングトン男爵、ウィリアム・ウィドリングトン第4代ウィドリングトン男爵、ウィリアム・ウィドリングトンは、イギリスの貴族、ジャコバイト。1715年ジャコバイト放棄に参加したことで、知られる。第3代ウィドリングトン男爵、ウィリアム・ウィドリングトンとアリシア・フェアファクスの長男として、生まれ、モーペスグラマースクールで教育を受けた後、 1695年2月10日に、父の爵位と領地を継承した。その後、ジャコバイトの一員になり、1715年ジャコバイト放棄では1715年10月17日に、ワークワースで、トマス・ホスターとダーウェント・オーター伯爵の部下として、参加した。11月12日のプレストンの戦いには参戦しなかったが、翌日に、ホスターに降伏を、説得。 二人の弟と共に捕虜になった。ウィドリングトンは他の捕虜と共にロンドンに連行され、1716年2月9日に退逆罪で有罪となり死刑判決が下された。しかし、1717 17年11月22日に死刑を恩赦され、借位と領地の没収だけで済んだ。1719年2月17日に、戦災ジェームの遺産から、 ウィドリングトンとその家族を支えるための手当を求める、請願を出したが、庶民院で否決された。一方で1733年の法的権利をめぐる請願は、成功。1733年5月17日に、庶民院で関連法案が議決された。1743年4月19日、バースで死去、ランニングトンで埋葬された。 1700年にジェーンテンペストと結婚して、三男五女を設けた。ジェーンが1714年9月9日に死去したため、ウィドリングトンは1718年7月頃に、キャサリングラハムと再婚した。二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。